こんにちは。玉川大学初めてガイダンスへようこそ。これから玉川大学の学習システムについてご紹介します。担当は鷲見です。よろしくお願いします。早速ですが、皆さんは大学で学ぶってどういうことか考えたことはありますか？大学で学ぶということは、目的意識を高く掲げ大学に入学し、自分が将来やりたいことをじっくりと4年間をかけて学び、卒業までに必要な単位を習得することです。そして大学で学んだことを社会に還元することを目指します。大学での学びは高校までとは異なります。将来どんなことをしたいのか、どういう人になりたいのかを考えながら4年間をかけて必要な知識や教養を学びます。玉川大学では自ら考え真理を追求する力、すなわち自分自身でつかみ取る教育を実践しており、日々の学びを深め高めていく独自の学習システムがあります。早速見ていきましょう。玉川大学で掲げる履修主義から習得主義への転換、どれだけたくさん学んだか、つまり単位をたくさん取ることではなく、どれだけその科目を深く学んだかについて評価します。それでは学習制度についてご紹介します。まずはセメスター制度。学習成果の細かな評価と見直しを実践しています。学びを進めていくうちに目指す進路が変わった学生にもしっかり対応していくことができるシステムです。次にキャップ制。1週間に学習できる量には限界があります。そこで1セメスターに履修できる科目数を絞り、予習・復習の時間を取ることで学んだ知識や技術を効果的に身につけることができます。こちらは玉川大学生の時間割の一例です。一見するとだいぶ余裕があるように見えるこの時間割でも、授業の前後に予習・復習の時間を取ることで、その日の学びを確実に吸収し、次回の授業に活かせるように作られています。続いては GPA 制度。履修した全科目を対象として、その成績を平均値で表すこの制度は、学生が授業に対してどれだけ熱心に取り組んだかという姿勢が数値で明確になります。GPA が活かされるポイントはご覧の通りです。学習理解度から審査・選考の基準まで多岐にわたっています。学んだ知識の定着にはアクティブラーニングが有効です。多くの授業で導入されており、話したり教えたりと対話を重ねることで、多彩な発想・表現を生みながら学びそのものを大きく深めていきます。専門分野の深い知識を支え、豊かな教養を身につけるためのユニバーシティスタンダード科目。科目数はなんと200科目以上。広い教養の世界に旅立つ学生の原点となる科目です。4年間の大学生活を有意義に過ごすためには、初年次が重要。どのような気持ちで学習に臨み、どのように授業を受ければいいのか、1年次セミナーを通して学習します。玉川大学ではなんと講義の約 60% が30人未満の少人数制。ディスカッションや発表の機会を多く設けることができ、人前で話す力、人を納得させる力、人の話を聞く力などを育てています。ここからは学習サポートについてご紹介します。大学では珍しい学級担任制。学習上のことはもとより、困っていることがあるときにはまずは学級担任に相談。面倒見の良い玉川大学ならではのシステムです。続いては学習サポートデスク。学習方法のアドバイスを受けられる学習支援と、コンピューターやネットワークに関するアドバイスを受けられる IT 支援の2つがあり、学生のわからないを解決するヒントをアドバイスします。
大学院生が学習をサポートするティーチングアシスタント、より学生に近い立場で授業でのつまずきやすい箇所などをアドバイスしてくれます。必修科目である ELF プログラムもチューター制度でしっかりサポートしています。英語に不安を抱いている人も大丈夫。授業時間外にも英語に触れることができ、無理なくコミュニケーション力を身につけることができます。玉川大学では学びの成果を評価します。優秀な学生や努力をした学生を称える学生表彰制度が充実しています。創立者の小原は玉川学園のモットーに、未知の困難があっても自らの意思で挑戦し解決策を導き出せる人生の開拓者になってほしいという思いを込めました。その思いを今なお引き継いでいる玉川大学の学習システムの下で、皆さんも4年間成長してみませんか？以上で学習システムの紹介を終わります。玉川の丘で皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございました。